キロ、広さん。はい。そう、コインベース祭りですね、っていうことなんですけども、あの、コインベースっていう、あ,あの、アメリカの取引所がですね、えー、上場するんですよ。えー、一応アメリカ時間の14日の何時ってことだったんで、日本時間ちょっと計算してないんですけども、あと日本人だとあんまりそこって参加する人多くないかなと思ったんで、あんまり話題にしてませんけども、えー、暗号資産界隈の企業の中の時価総額、過去最大ですから、えー、ね、高い予想だと20兆円に超えるんじゃないかなと、時価総額が20兆円超えるんじゃないかなと、いうようなですね、非常に期待が がありますもちろんこういう影響で仮想通貨全部が上がるという状況になってますのでぜひ皆さんはねあの行く末を見守っていただければと思いますし、えー、コインベースの株式買いたいなーっていう方はですね、えー、バイナンスでも、えー、セキュリティートークンとして上場するそうなので、まあ、そちらでアカウント持ってる方、まあ、バイナンスでアカウント持ってる方はですねそちらでも触ってみるのはいいかなと思いますこんばんは、えー、コインベース上場ですが激しい乱高下がありますかということなんですけども下がるということはないと思いますがそれはあの上がりすぎた時に 調整で下がるということあるんですけども700万円ビットコインでいうとビットコインの700万円というのは上がりすぎとは言えないので、えー、下がるとは予測しません 例えば、今から、あのー、800万円になりましたと。えー、1週間以内に800万円になりましたと。いうふうになったら、下がります。調整が入ると思います。ただ、それも、上がる前の水準に下がるぐらいな形になると思うので、そんなになんか悲観するような、えー、相場じゃないかなと思います。そうなんですね。コインベース上場後のビットコイン暴落説があるんですね。ないと思いますけどね。そんなに高く上がってないんで、多分これ、やっぱり、あのー、上がるから下がるだと思いますね。なんか、た、たぶあのー、辻つまわないですよね。その、上場したから、えー、下がりますっていう っていう話なんですけども、決してそんなことないですよね。例えば皆さんってそう株式投資よりも儲かると思ってるはずなんですよ。で、致し方なくビットコインを持ってたわけじゃないと思うんですね。で、でえっ、ー、と今じゃあコインベースの価格を押し上げてる人たちっていうのは、まあ、ビットコインフォルダーも一部いると思うんですけども、メインは普通の株式投資家さんなんですよね。で、株式投資家さんと、えー、いわゆる仮想通貨投資家さんがですね、そこまで属性がこう、あのビタッと一致してないので、 お金が流れるっていう予測はしなくていいかなと。今のマーケットだと、えー、それは違うんじゃないかなという風に考えております。あ、ありがとうございます。えっ、ー、とコインベースの上場は、えー、この後22時30分からです。日本時間でってことですね。はい、ありがとうございます。そうなんですね。